ノリと勢いは健在ね。ウェルカムよ。正々堂々と戦いましょう。さすがサンダースの隊長、腕が鳴るぜ。腕が鳴るってあんたが乗ってるのは豆戦車でしょ。お言うね。でもそれが素人の赤坂、なんだっけ、赤坂タミーケ、赤坂新町、赤坂見つけです。ああ、わかった。アリサの考えが浅はかだってことね。アリサ、なんで自分で自分にツッコミを入れてるのよ。サンダースもなんだか楽しそうだな。そうですね、ルーチェ。ルールはフラッグ戦、相手のフラッグ者を倒したチームの勝利ね。勝利を持ち得る者こそがパスタを持ち帰る。それでは試合を始めます。交代するぞ。前進だ。前進してください。交代するぞ。隠れてないで出てこいってだ。見つからないぞ。敵車両を発見。前進してください。敵トラップ車の位置が分かったぞ。何をくれるんすかね。戦車は撃って攻撃するんだ。知ってる。まあまあ、湿っぽい空気はやめて食事にしよう。ああ、アンティオ流にもてなすぞ。マーベラス、久しぶりにアンティオのピザが食べたくなったところよ。サンダースのピザと全然違いますよね、アンティオのピザ。そりゃアメリカのピザとイタリアのピッツァは別の食べ物だからな。イタリアのピザは生地を楽しむもの、アメリカのピザは乗った具材を楽しむものと言われてますね。アメリカのピザ生地は厚すぎるよな。イタリアのピザ生地は薄すぎるわ。あれじゃ食べた気がしないじゃない。なんだと？じゃあどっちのピザが上か勝負するか。あの二人ほっとくとずっと喧嘩してそう。喧嘩するほど仲がいいって言うじゃないか、ケイ。本当はあの二人意外と気が合うのかもな。合いません。また勝てました。これで4勝ですよ。絶好調っす。もうどことやっても負ける気がしないっす。そうだ、これが我が校の実力だ。勢いに乗った今のアンティを止められる者は誰もいない。あと1勝、あと1勝。優勝したら私たち新しい戦車が買えるんですね。T40 をもう1両ですかね。機動力のサハリアーノもいいっすよね。いやー、どっちにするか迷っちゃいますね。ふふん、どっち？なんてスケールの小さいことでどうする。何せ相手は銀行だぞ。ここは両方買うに決まってるだろう。すっげー、マジっすか。やっぱアンティオは最高っす。ああ、アンティオは最高だ。しかし、優勝しないことにはそれも夢で終わるぞ。あと一戦、この勢いで優勝だ。